皆さん、こんにちは。東京大学教養学部主催、高校生と大学生のための金曜特別講座にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めます、東京大学教養学部統合自然科学科の荒井宗人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この講座では、高校生と大学生の進路選択の参考になるように、 主に東京大学の教員が、それぞれの専門分野の魅力を分かりやすく解説しています。2002年から開校され、今年で20年目、これまでに440回以上開校しています。また、金曜講座では2004年から全国の高校にインターネット配信を行っております。昨年度からは、高校生の皆さんが自宅から 自分のパソコンやスマートフォンなどで受講できるように配信方式を変更しました。先着3000名まではズームウェビナーで参加でき、講義後に口頭で質問をすることができます。3000名を超えた場合には YouTube を使って限定公開でライブ配信を行います。本日は東京大学の学生の他に北海道から沖縄までの 約500の高校の高校生たちにも配信しております。この500という数は日本にある全ての高校の約1割に相当します。さて、この金曜講座での講義はこれまでに13冊の本になっております。最近では昨年5月に新たに2冊が刊行されました。地のフィールドガイド。 生命の根源を見つめるは主に理系。地のフィールドガイド、異なる声に耳を澄ませるは主に文系の内容ですが、高校生にも分かりやすいように書かれておりますので、分離を問わず幅広い分野の内容を読んでもらえたらと思います。もしよろしかったらご覧ください。それでは本日の講師をご紹介いたしましょう。本日の講師は、 東京大学農学部森林環境資源科学専修教授の倉地光一郎先生です。倉地先生は1989年に東京大学農学部林学科をご卒業後、1 9大学院に進学され、1996年に東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程を修了され、博士学校農学を取得されました。 その後、同年に東京大学農学部附属演習林、千葉演習林助手。98年に東京工業大学大学院総合理工学研究科講師。2001年に東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林講師。2003年に愛知演習林の講師。2010年、愛知演習林長准教授。 2016年、千葉猿修林准教授、そして2017年に企画部長、教授となられ、現在に至ります。ご専門は森林水門学、森と水と人との関係、そして、1998年には日本林学会奨励賞を受賞されました。またその後、朝日新聞社第9回、明日への環境賞、 第19回高知出版学術賞、愛知環境省銀賞などを受賞されておられます。ご著書には森の恵みは幻想化、森と水の関係を解き明かす、森の健康診断、他がございます。本日はデータで見る日本の森林の実態と未来可能性、 というタイトルでご講演をしていただけることになりました。60分間の講義の後30分間の質疑応答の時間を取る予定です。それでは、倉地先生、どうぞよろしくお願いいたします。えっと、皆さん、はじめまして、えー、東京大学の倉地と申します。えっと、今日はあはこのような あ題目で、えー、講義をしたいいと思いますが私はあの農学部の森林環境資源科学専修というところにおりますけれども、えー、と東京大学の1年生2年生向けに森林環境資源学っていう総合科目を担当しておりまして今日の講義はその総合科目う大体10回ぐらいやる講義を あの1時間ににととままめた内容にしておりますそのためにあの短時間でかなりたくさんの内容を話すことになりますのでよろしくお願いしたいと思います。まずですね日本の森林について話す時に皆さんがすぐ思い浮かべるのは日本の国土のうち森林の占める割合は結構高い。 ということかとか思いいまますすけども、えー、68が森林になっていますでこの68%というのはあどのぐらい高いかということを示すために、えー、この図を用意しました。こちらは OECD という組織に加入している世界のいろんな国の森林面積率を横軸にとって縦軸に人口密度をとっていますで。これらの国は もともと人間がそれほど多くなかった時代にはほとんど全ての国でかなり森林率は高かったと思うわけですけども、えー、見ての通りほとんどの国が40%以下の森林率しかないということが分かります。で、えー、さらにその森林率というのは人口密度とは関係があって。 日本や韓国と同じぐらいの森林率の国というのは、えー、人口密度があ非常に低いということも分かりますし、えー、で、人口密度が日本や韓国のように高い国の、えー、森林率というのは非常に低いんだということが分かると思います。まあ、このように日本と韓国はまあ並んで非常に大きな森林面積を持っているわけですが、 実は東京大学を見ますと日本以上に森林面積の割合の高い大学となっています。東京大学の敷地の実に99%は森林でこれは円周林という名前がついております。円周林はこの地図にあるように北海道から関東地方の5箇所さらに愛知県 まで7箇所ございましてその合計面積は3万3000ヘクタールございます3万3000と言われても全くピンとこないと思いますが、えー、日本の土地の所有者の番付で言いますと日本第9位という ぐらいになってておりまして、えー、日本の森林の全体の面積の0.1%ぐらいは東大のものであるという言い方もしております。それからさらに森林の働きの一つとして、えー、二酸化炭素吸収というのがあるんですけども2019年度のデータですと東京大学が排出した二酸化炭素の71%は東京大学のエン林で吸収しているというような働きも持ってございます。 今日の講義の狙いとしてはですね、えー、今日聞いていただいている皆さんの中には都市の高校生の人も多いと思うんですけども日本の森林は都市から離れた山に主にありますので都市に暮らしている人にとってはあまり身近なものではないと思います。ですが、えー、私たちの生活に必要な水道水というのは実は 川や地下水から取っていてその川や地下水の水というのはもともとは山に降った雨が集まってきているそれから私たちに災害をもたらす河川の氾濫というのがありますがこれをもたらす大雨というのも山に降ってきた雨から始まってましてで山は森林に覆われてますので私たちの生活と遠く離れた森林というのは関係があるということですそれから え森林が二酸化炭素を固定しますので、えー、最近脱炭素社会ということも言われておりますけれども、えー、この森林がえ樹木という形であるいはえ土の中に含まれている炭素として二酸化炭素を貯蔵する働きというのに注目がされてますし、えー、さらに 森林が生産できる木材を使って建物等にそれを使うということが二酸化炭素の固定につながるということも注目されているわけです。で、まあ、こういう最近注目を集めている森林について日本特に日本に注目して今の日本の森林はどんな姿なのかということを 今日いろんなデータを示しながら、えー、将来の日本の森林にどのような可能性があるかということを今日は考えていければと思っておりますで日本の森林と申し上げあ、えっと、その前に、えー、このグラフはですね、えー、東京大学では99%の面積は森林だと申しましたけどもこの森林を何のために持っているかといったらそれは当然大学の教育と研究のためです でそのうち教育については。 もちろん農学部に所属している学生に専門的な教育もしておりますけども東京大学の場合12年生は前期課程ということで理科1類とか文化3類とかそういう形で勉強しておりますがその12年生向けにも森林の講義をしていて演習林に実際学生が来て実習みたいなこともやっています。でこののグラフはその科目数数と受講学生数を 表ししてて、おりまして科目数は2019年度まで順調に増えていて、だいたい40科目程度、1、2年生向けに開校していると、それからその講義を受講した学生も大体400人前後で推移していまして、これは東京大学の学生の1学年の学生の大体、まあ、1割ぐらいには当たる数となっています。ですので えー、99%の森林を効果的に、えー、教育に活用しておったんですが大変残念なことに2020年度はですね、うん えーまあ、こういうコロナの状況になってしまったために、えー、予定していた科目も開講できなかったりですね、えー、あるいは、えー、宿泊を伴うものが許可されずに日帰りに変更するようなことがあって、一時的に減ってしまったんですけども、現在、2021年度以降、ですねこれを立て直そうと頑張っておりますので、また元の数字に回復してきているところであります。 で森林の教育として大学で何を教えているかということの一つの例をこの図で示しているんですけども、えー、森林を捉えるときにやはりその時間の軸と空間の軸ということを両方考えております。でそのとき特に時間の軸については、えー、森林はあまああの 樹木から主に構成される生態系ですので、えー、自然現象として地球上に現れて自然の一部として存在しているという側面はもちろんあるんですけどもでそ,れそのと同時に森林より後になって地球上に現れた私ども人類があ、まあ、文明の発展とともに、えー えー、地球上で活動していくにあたってですね森林に対してさまざまな働きかけを行ってきたわけです。でその働きかけは、まあ、あの地球上のいろんな場所によってその程度は違うわけですけども場所によっては非常に大きなインパクトを森林に過去与えてきたということも事実であ,あります。でやははり私どもは <coughs> 今でこそ化石燃料に頼ってエネルギーを得ているわけですけども実は化石燃料が手に入るようにな,るなったのはつい最近のことでしてそれより前は私どものエネルギー源というのはほとんど森林に頼っていたと言ってもいいぐらいなんですねでそれによって、えー、森林は非常に大きな影響を受けて、えー、現在の姿になっているということですで現在の森林の特徴として非常に巨大であるということ えー、樹木の高さも50メートルを超えるあるいはその太さにしても、えー、直径1メートルを超えるような木がもう膨大に生えているような巨大性があるそれから非常に長い時間かけて、えー、木ができていく、えー、寿命が長いものは1,000年以上にもなるような木もあるくらい長期的なものであるということそれから森林はあ樹木一本一本も違いますし たくさんの種類の木がありますし木だけではなくてそこにさまざまなあ微生物動物さまざまな生き物が存在しているという意味ですとても複雑だということですね自然界の中でも一番複雑じゃないかというぐらいですでさらにそれに加えて、えー、人間社会の働きかけによって絶えず変化してきたということがありましてこの巨大性長期性複雑性社会性というのを特徴としております で何よりも強調したいことは森林は、えー、変化するのに時間がかかりますので、えー、人間が森林に何か働きかけをする例えば木を切って切り開くというようなことをした場合あるいは木を植えるということをした場合その森林が、えー、育って大きな1 2万森林になるまでに大体50年ぐらいかかる。 とということですねでそうだとすると現在の森林の姿というのは今の人間が思い描いていた像形をしているわけではなくて実は50年ぐらい前の人間が思い描いていた形が今の森林に現れているというふうになるということなんです。ですので今の私たちの世代が 森林に何を求めるかということが実現されるのは今から50年後の森林ということになるということなので今私たちが何を考えてどうするかということは次の世代の人たちにどのような森林を残すかということにそのままつながってくるという意味で え大学においても、えー、次世代への責任として、えー、森林に対して正しい理解をした上でその森林の未来をどう考えるかということを考えていくと,こと,ということは非常に大事なことだと思ってやっておりますで今日は日本の森林の話をメインにしますけども少し海外との関係も世界の森林との関係もあの。 知っておくべきだろうということでまず最初に世界の森林面積の統計を出させてもらいましたでこれは国連がまとめているデータなんですけども世界中の森林の面積の合計というのがここに書いてあります42億3600万ヘクタールという途方もない数字が書いてあるんですけどもこの数字10年おきに統計がとってあって毎年若干減少しているということが読み取れるんですが じゃあどれぐらい森林は減少しているのかということを冷静に言いますと、こちらに書いてある数字が毎年の減少量ということになります。473万ヘクタールですね。で、この473万というのは、こちらの40億何がしという分母に比べてどれぐらいかというと、これ例えば、えー、これ0.12%つまりだいたい千分の1だということですね。えー現在 えー、大体世界の森林は1000分の1ぐらいずつの割合で毎年減ってるんだというイメージを持ってもらえればと思います。でしかもその減少の割合は年々下がってきてますので、えー、いずれ世界の森林の減少はストップしてどこかで増加し始めるんじゃないかということを予測しています。でその森林の減少と今言いましたけど世界全体を平均すれば若干の減少ですが。 国別に見れば増加している国と減少している国が両方あってそれが差し引きほぼ釣り合ってるというイメージになりますこの地図はやはり国連がまとめた世界の森林の増加減少を表している地図なんですけど赤の国が減少緑の国が増加ですえ日本はグレーなんで増加も減少もしていないで減少している国はブラジル あるいはインドネシアというところが濃い赤になっています。熱帯雨林の国ですね。それから増加している国は、えー、主に先進国にあり、一番多いのは中国ということになります。で、このように、えっと、森林面積は国によって増加したり減少したりしてるんですけど、その理由はどんなところにあるのかということですが、森林が減ったり増えたりするということは、例えば減るんだったら、 その森,林で森林である土地が森林でない土地に変わるんですね。でどのような土地に変わるのかということを調べてみると比較的シンプルな結果が得られます。こちらはやはり国連統計をもとに2000年から2010年の10年間で森林が減少した熱帯地域。 それから森林が増加した温帯、冷温帯地域で、えー、森林の減少に対応して増えた土地利用は何かということを調べたもので、これを見ますと、えー、森林の減少に対して農地の増加が見られる。森林の増加に対して農地の減少が見られるということが分かりました。つまり、えー、森林が増加している国ではあ農地が減っている。森林が増えているところ、減っているところでは農地が増えている。 とということですので、えー、前の地図に出ていた赤と緑の色分けというのはあ森林と農地の入れ替えみたいなことを表しているんだということが分かったと思います。でそのようなことが現在世界で起きておりますがここから先は日本の森林についてその歴史を振り返ってですね面積がどのように変わってきたのかを説明します。 日本の森林の面積が一番減少していたと言われているのは1900年代、1900年頃つまり今から120年ぐらい前だということが分かっていまして、えー、その時の日本の地図上で、えー、現在森林になっているところ、まあ、白いところはあの農地とか都市とかですけども、えー、当時森林だったところというところを図示しています。 でこの地図で、えー、いろんな判例があるんですけどもこの中で、えーまあ、森林今はもう森林になってるけど当時は森林ではなかったよって土地をピックアップした地図が次にあります。でこの地図がその ここでいろんな色が塗られている土地はですね現在はほぼ森林になっているんですけどもこの当時は森林とは言えないような状態だったということですね。で日本中に広くそういうところが広がっているのが分かります。特に、えー、中国地方、四国地方九州地方なんかにそういうところは多いですね。で具体的なこの判例を見ていくと黄色はハゲ山それから赤は焼畑それから緑は芝草山。 でオレンジはその他の荒れ地、黒がワイマツ地という区分になってますけども、まあ、その細かい違いはあるんですが、これらの土地は、えー、森林とは言えないほど、まあ、荒れていたという言葉が正確かと思います。 でこういうような研究がさまざまなされて、えー、それをまあ全部まとめた図がこんな形になってるんですけども日本の森林面積率というのを西暦0年から西暦2000年まで、まあ、あのかなり大胆な推測ももとに調べてみますと、えー、このようなグラフができる、えー、かつては森林面積率は90%当然超えてたと思われるんですけどもそれがだんだん減ってくる。 でこの減ってくるのは人間があその森林を切り開いて他の土地利用に変えてきたからで、えーまあ、その主な,主な土地利用は高地だということですねでその中にさらにこの広廃産地っていうのが入ってきてでこの辺で江戸時代に入るわけですけども江戸時代に入った頃から森林面積率って急激にこう減少していくんですでやはりこの頃になると、えー、その 実際の日々の生活に加えて産業というものが出てきまして、えーまあ、例えば鉄を作るとかですねあるいはその塩を作るとかあるいは陶器を作るとかこういった産業が盛んになるんですけどもこういった産業というのはおおむねエネルギー源として大量の薪を消費するということが分かっていて、まあ、それによって、えー、森林面積はぐっと減っていったということが分かります。 それから、えー、当時、まあ、馬とを飼育するのに草地が必要だった、まあ、あの田んぼの、えー、肥料としても使っていただから草地が人為的に作られていたとか焼き畑も行われていたということで、えー、さらに減っていったということになります。でそれが えこう増加に転じていく理由はいくつかありますけども一つはやはり化石燃料を使うようになったということが大きくてもう一つはあの明治政府のさまざまな努力でえまあえ予算も投入されてえ荒れ果てた山を森林に戻していこうということをやり始めたということにあります。でその一つの例としてこの写真をお見せしますけれども。 えっと、これは愛知県の豊田市というところで1906年に撮られた写真なんですけれどもこれ見渡す限りハゲ山という状態になってますでところがこの手前のハゲ山には等高線上に沿った線がいっぱい見られるんですけどもこれは実はこれから植林をしましょうという準備をしているところですねで翌年の写真を見ますとそこにもうびっしり苗木が植えられているということが分かります でこれは、えーまあ、国の予算を使って、えー、萩山を森林に戻していこうという一大事業の記録になるわけですけども、こういうことが100年前から盛んに行われ始めたということがあります。でこれによって、えー、もう昭和の初期の頃には日本の萩山はかなり減って森林に戻っていったというのが一つの歴史でございました。でさらに、 今度は戦後の話なんですけども戦後はですね、えーまあ、あの日本の国内かなり荒れていたことはありましたがそこに植林をするということがされましたでそうしているうちに今度は高度経済成長期というのに入りまして、えー、たくさんの若者が都会に出て働き始めるということで、えー、日本中で、えー、住宅を作らなきゃいけないということでその住宅を作るための材木が不足するという事態に なっていきましたででこの間ですね日本の木材の需要というのはあ短期間で2.5倍ぐらいに増加したということが分かってるんですけどもそのそれを賄うために伐採もしましたし伐採の跡地に一生懸命植林してその植林した木が育って、えー、育ったらその たたくさんの木の木需要を賄ううううめに使うだろうということで、えー、やられましたこれが1955年から70年に集中的に行われたんですけれどもその後ですね、えー、伐採量も減っていったし植林の量も減っていって実は2000年頃までにずっと減少傾向で、えー、2000年頃になるとですねそういう伐採植林というのはあまり行われなくなったということがありました。 で今申し上げたように木材の需要についてのこれはグラフなんですけども、まあ、需要と供給は一緒なんですけどもこちらとこちらのグラフはトータルは一緒でこの青のグラフは 木材の需要として、えー、製材つまり柱とか板とかですねそれから合板、えー、パルプチップっていうふうに分けてありますで、1955年から70年ぐらいにかけて高度経済成長期で日本の木材の消費量というのはものすごく増えたわけですねで、こんなに増えるんだったらこの先もずっと増え続けるんじゃないかということを考えて一生懸命植林したということがございました でこちらの緑のグラフはその需要に対してどう供給したかというグラフで、えー、濃い緑が国産で薄い緑が輸入になっているんですけど、えー、国産材で最初賄っていて当時自給率95%からスタートしてたんですけどももう国産材では到底賄えないということで1964年に、えー 関税を事実上ゼロにししして輸入をし始めたとということがありましたそうしましたら、まあ、輸入で順調にそれを賄うことができたんですけども、えー、その後ですね、まあ、オイルショックとかさまざまな状況があって、えー、この急激な木材の消費量というのはパタッと止まりまして横ばいの時代が続きまして、えー、1995年になるとついに減少傾向に転じまして、えー、現在までまあその 木材の消費量というのは輸入国産にかかわらず減少傾向になってしまいました。ということで、えー、たくさん私たちは植林をしたんですけども、実際にはその植林した木が使われるような需要は発生しなかったんで、えー、やがて伐採もされないし植林もされないという時代を迎えてしまったわけです。でそうした あ伐採のあるいは植林の状況を踏まえて日本の森林面積っていうのがどう変わってきたかということなんですけど実は森林面積は、えー、1966年からこの統計は始まってますけどもトータルの森林面積はほとんど変わっておりません。 でところがその中身としてはこの青い部分が人工林といって私たちが植林した森林でこれは主に杉とかヒノキでできてますけれどもこの青の割合は増加していっていました。でそのの分減ったのは あ天然林と書いてありますけどもこれは主に広葉樹からなっている、えー、自然に生えてきた樹木から構成される森林ですけどもこちらを減少こちらは減少していますでこれはどういうことかというとこの天然林というのを伐採して伐採した跡地に杉ひの木を植えたので、えー、木の種類は変わっただけども面積としては変わらないということを意味してましてでそういう変化も もう1980年代ぐらいになるとほぼなくなりまして最近ではもうそのこの天然林と人工林の比率というのもほとんど変わっていません。でこれは面積なんですけども次のグラフでは、えー、面積ではなくてこの樹木の、えー、体積ですねそこに生えている樹木がどれぐらいの分量の木が生えているのかとこれは直径と木の高さから計算しています。 でこの体積を見ますと、えー、1965年から現在に至るまで、えー、実は順調に増加してきていて、えー、もう何倍にもなっているわけです。で、その何倍にもなっている原動力は、やはりこの青で示している、えー、杉ひのきを中心とする人工林で、新たに植林した木がどんどん育ってるっていうことに、主に、えー、寄っています。でこの… えー、この図がその森林資源の様子を表しているんですけど実際、伐採が盛んになればこ,のここから伐採分引かれていくのでこれはあの横ばいになったり減少したりすることもありえるわけですけども現状では伐採は盛んではないので、えー、今のところ、えー、そのどんどん貯金を積み上げているような状態であるとでつまり樹木は自然にどんどん太っていくということで積み上がっていると。 その分だけ二酸化炭素も吸収しているというイメージになっているということであります。で、このようなあ、まあ言ってみれば社会の流れに翻弄されながら日本の森林というのは変化してきましたけれども、今特に先ほどのグラフで青で示されていた人工林に特に注目して言うと、その人工林の場合ですね、その,その木が。 植えてから何年経った木なのかっていうことが大事ですで。木はあんまり細ければそれを切ってもあんまり用途はないわけですけどある程度太るとその木を切ればそこから柱とか板が取れるので商品価値が高まるわけです。で逆にえ どんどん太っていってすごい巨大な木になるとそれはそれで用途もまた別になってきますし何よりも木を切り倒したり運び出したりするのは大変ということもあったりそういう木の年齢によってさまざまな使い道が異なるわけですけどもこの図は人工ピラミッドに似てる図ですがこれ人工ンピラミッドというふうに言ってますでまあ樹木の場合は男と女というのがないのでこれ左右同じグラフ になっててましてそれからここに12345って書いてあって人口ピラミッドならこれは年齢ですけれどもこのグラフでは、えっと、木の年齢を5倍5倍じゃないな5分の1した数字が書いてあります木の年齢というのは人間よりもこう時間がかかるので、えー、ここを1年ずつ書いちゃうとすごく大変なので例えばここで10っていう数字があるということはこれは50年の木っていうイメージだと思ってください でこれを見ますと、過去に、えー、集中的に植林をした時期があり、その後植林した面積がどんどん減っていって、現在ほとんどゼロに近いと言いましたけど、それがまさにこのグラフ上に現れてしまっていて、えー、非常に若い森林植林した人工林は非常に少ないと。で、えー、この9とか10とか11っていう。 いいい45歳歳から60歳ぐら60ぐのの樹木の森林が圧倒的に多いっていう形をしてるんで,す、ね、でこれでこれをそのまま放っておくとこのグラフはどんどん上に上がっていくということになりますのでまさに、えー、少子高齢化の方に向かっていってるということが分かりますでこのようないびつな形をしてしまってるということで、えー、日本の森林の資源 と、そこから生産されている木材の量というものをまた世界の森林と比較した図を作ってみて見ていますけれども、この図はやはり OECD 加盟国すべてについて、その国の森林の体積ですね、立、え、方、ー、メートルという体積が森林面積あたりどれだけありますかということで、こちらが資源量を表しているわけです。こちらのの数字が多多ければ多いほどその国に 蓄えられその国の森林に蓄えられている資源量は大きい。で横軸は、えー、ではその森林からどれだけの木材が生産されていますかっていう数字になっています。で、こちらは当然右,あの右肩がりの図になって、資源量が多いほど木材一般にいっぱい生産できますねっていう一般的な関係がありますけれども、えー、日本はあこの中でも特に。 資源量はかなりあるんだけども生産量は非常に低いっていうところに存在してるというのがわかると思います。でまあそれに対して、えー、日本と資源量はあんまり変わらなくてもかなりたくさん木材生産してる国というのもいっぱいあるんだなということが分かっていただけると思います。つまりここからわかるのは日本は日本は 今から60年60年前にたたくさん植林したそのおかげで日本の資源量はとても増えてるんだけどもおそこからの生産量という意味ではあ全くそれに見合う生産量がせ他の国と比べては上げられてないんだなということが分かるかと思います。でこのような状況は、まあ、あの日本政府あるいは森林関係者もよく認識していてさまざまな手を打ってきていましてえ具体的には 今から12年ぐらい前に森林林業再生プランというような国の計画を立てまして自給率をどんどん上げていこうと現在その,その当時自給率が20%程度しかなかったわけですけどもその日本に森林の資源がたくさんあるのに輸入に頼っているということをなんとか変えたいと。 で、輸入されてる部分を国産の木材で置き換えることはできないかということで、えー、大変な努力をされました。で、その10年間の、まあ、国を挙げての努力が実る形で、この10年間、日本の木材の生産量は増加に転じています。でそののの一方でこの全体の、えー 木材の消費量というのは、まあ、若干増加してるんですけどもそれほど大きくは変わってないということで自給率は上がっておりまして現在41.8%まではいってるということがあります。 でまあ、このように、えっと、全体的な統計で見れば、あこのままやっていけば、自給率をもっと上げていけるポテンシャルはあるんだろうなということがあ言えるかと思いますが、ここから先の話では、そのポテンシャルというのを簡単に上げていくことに,についての課題というのもあるんだよということを少しお話していきます。でまず、 将来の日本の森林の姿について国はどのような未来の姿を描いているのかということを説明します。それを描いているのは国の役所の中でも農林水産省の林野庁という組織になりますけれども林野庁はさまざまな計画を立てていらっしゃってその中に最も 先を見通した計画として2110年というまあ今から100年後ですね約100年後の姿を想定していらっしゃいますでこちらは森林面積を表しているグラフになるんですけど現在の森林面積のうち、えー、1030万ヘクタールというのは人工林なんですねだいたい今の日本の森林の4割は人工林 で、残りの6割は天然林という先ほどのグラフと一緒です。で、この人工林の1030というものを今後どうしていくのかということが大きな課題です。で、でこの計画ではこのグレーの部分はだんだん減っていってオレンジの部分は増えていくと。で、20110年にはグレーの部分は660まで減っている、つまり3分の2になっているんですね。で、残りの3分の1 とまあ、プラスアルファとしてこの緑の部分に食い込んでますけども残りの3分の1はオレンジにしていくということですじゃあこのグレーのまま残すのとオレンジにしていくというのは何が違うのかというと実はグレーは、えー、これまで想定していたようなやり方で、えー、管理し続けるということで想定していたやり方というのは、えっと、短い伝数で切全部切って その後また植林を一斉にするというタンバッキ開発再造林方方式式と言われる方式ですね、えー、これはまあ日本の林業で伝統的に行われてきたことですが、えー、木を一斉に植えて一斉に育ってでその育ったものを一斉に切ってっていう形で30年か50年ぐらいの間のサイクルで回していきましょうという方法です。 でこれが、えー、3分の2で。残りの3分の1については、このオレンジになっていて、これは長、えっと、罰期多干伐方式という方式を想定しています。で、これは、えー、木材は生産するんだけど、その生産の仕方は一斉に全部切るんじゃなくて、抜き切りという形で、えー、切っていって、一部を切って一部を残しましょうと。で、これを干伐というふうに言いますけども、干伐をしながら、えー、長い間あ、その森林を今、その、お まあ維持ししていきましょうというとことですねこの方式ですと抜き切りなので、えー、森林の年齢自体は変わりませんつまり切らずに残ってる木はどんどん年取っていくということになりますで、えー、この計画ではあぜ全部切って全部植える方式のサイクルで回すのは3分の2長い時間かけて抜き切りするのが3分の1と大雑把にはそうなっているということを覚えておいてください でえーまあ、今、説明したことはここに繰り返して書いてありますけど、えー、と少しこの懲罰期多干伐方式でいうとこの干伐というのはですね、えー、大体20%か30%ぐらいの木を選んで伐採します。で伐採して木の本数を減らすんですけどその伐採した後ですね運び出すか運び出さないかということは選べます。 であのこれは条件によるわけですけど、えー、場合によっては運び出しても値段が安くて売,る売っても運び出すコストに比べて赤字になっちゃうというケースもありますのでこういう時は運び出さない方が。 国策なんで残しておくということもししますで残しておくことは決して悪いことではなくて、えー、その残した木がやがて腐って自然に帰っていくという形で、えー、炭素の蓄積にもなるし土壌の保全にもなるんですけど、えー、そうでなくて運び出したら利益が出るんだったら、まあ、運び出して木材生産にするということですね。 でまあ、そのこの間伐をどれぐらいの頻度をやるかというのもそれぞれさまざまですけども例えば10年に1回ぐらいやってはどうかということがあって、えー、それを例えば100年から150年後ぐらいまで続けていったらどうだとそうすると本数はもうものすごく減ってしまうんですね、まあ、10年に一度20%切っていったら100年も経ったら残ってる木はもう10分の1ぐらいしか残ってないわけです。でそういうふういふになると 大きい巨大な木がポツポツと残ってる中に隙間ができて多様な樹木が自然に生えてくる形になるんじゃないかとそういうものを目指しています。で林野庁は2対1を目指しているということはこの海抜広い面積全部切って運び出す方式を大体660万ヘクタールやるということなので。 えー、これ50年間に必ず1回は回ってきますから大体いい1年間の海抜面積はここから計算できるわけです。で現在の海抜面積というのは推定値で8.7というのがありますけどもこの計画では大体いいその8.7の1.5倍から2倍ぐらいの面積は海抜しなきゃいけないねということになります。で今前のスライドで 2、えー、つの方式があると言いましたけどいやもう一つ第3の方式として何もしないっていうのはないのかというふうに思う人もいると思うんで何もしないとどういうことが起きるかっていうのを説明しておきます何もしないとですね実はあんまりいいことが起きません、えー、何もしないとこの木はどんどん成長しちゃうんですけど残念ながら、えー、太るということはもうありません で、えー、太る太る方をほとんど太らずに木の高さだけはどんどん高くなって、まあ、ひょろひょろとした森になっていってしまいます。でこういう森だと何が起きるかというとこう雨が降ってきた時に雨粒が、えー、葉っぱについてだんだん大きくなってこう落ちていくっていうことがあってこの落ちていく雨粒が土を削り取ってしまうということがあります。で 実は干ばつをするとこの木の木が抜き切りされるんで隙間ができるんですけどその隙間ができるとそこに光が入ってきて下に植物が生えたり落ち葉があったりしてこの雨粒のエネルギーを和らげるんですけどもその働きが干ばつしなければなくなって中が暗くなっちゃうのでこの雨粒が直接土の上にぶつかって土を砕いてやがて土を流してしまう。 ということが分かってますでその森林にとって土というのは何よりも大事なものなのでこの土が流れてしまうとですねこの木の根っこがむき出しになってしまって木が非常に倒れやすくなって災害に弱くなるということが言われてます。で、まあ、そういうことがあるので 先ほど私は切った木、間伐して切った木というのは、まあ、お金が儲からないケースであれば、森の中に残しておくことはいいことなんだと言いましたけど、よくあの切り捨て間伐っていう言葉を使うんですが、あの切り捨てっていうと非常にかこう悪いイメージを持たれるんですけど、私たちは切り置き間伐という言葉を使っていまして、これはあの捨ててるんじゃなくて、わざと置いてるんだと。これを置くことは非常にいい効果があって。 短期的には、えー、これが土止めの効果を発揮してこれ以上の土壌の流出を防いでくれるとで長期的にはこの木は全部腐って土に還るんですけどその土に還るということはここに存在している炭素の一部は腐って二酸化炭素になりますが、えー、残りの炭素は全部土壌中の炭素として蓄えられたりしますので、えー、この土を作っていくということで材料になるということです。 でこのような切り置き間伐はもちろんあるんですが。 えー、その一方で、お金が儲かる場合は、それを積極的に運び出して売ればいいということになります。で、これはその写真を示してますけども、これは、えー、間伐して木材生産をしている現場になります。で、ここにあのライン状に木がないところがあるんですけど、ここにワイヤーを上に貼ってあります。ちょっとこの写真では見えないんですけれども、でこのワイヤーに実はあ木を運び出すその機械をぶら下げてます。こここの写真でではここにあるんですけども 多分皆さんは全然見えないと思いますので次の写真に見るとこういう感じですねでこれがその木を運び出すための機械でこれはリモコンで操作をしていましてここにワイヤーロープがついてて上げ下げできたりでこれがこの上の張ってあるワイヤーでこう移動しますでこれで切った木を吊り上げて運んで この集積場ここに写っているのはもう集積所ですけど、この集積所まで来て下ろすという形で木を集めてくることができるんですねで。こういう形で木を集める方法を河川集材というふうに私たちは呼んでいますで。このようなやり方がある一方で、もう一つは、えー、こういうクローラーのついた重機で、えー、道をつけて森の中に入っていって、えー、こう木を切ってくるとで。木を切った木をこのような重機で掴んでカットする。 っていうこともやりますでこれは架線系とはまた別の車両系システムという,うに呼んでますけどこれも間伐です抜き切り。抜き切りなんだけどこういうやり方でやると。でここではこの機械が、えー、この丸太を掴んでますけどもこの機械はこの丸太の寸法を測りながらカットするという機能がついていてこの次の写真ではちょうど切ったところなんですけどここにあのチェーンソーの刃が出ていてこれで こうカットしたところですが、自動的にこの切った木の寸法が決められた寸法になるようにき、こう切り刻んでいけるという優れた機械になります。で、さらにこの切った木を次の写真ではこの青い 機械ですねこれはフォワーダーというんですけどもこちらもクローラー付きの車輪を持っていてこのここについている木を掴む道具が先ほど切った木を掴んでこの荷台のところに載せるとで全て寸法を揃えてありますのできちんと載せることができてでこのまま作った道の上をこう走って トラックに積み込めるところままでで出してくるってことができますでここがきすの方法ではこの森の中にこういう道を作らなければできない方法で先ほどのワイヤーを使う方法ではこういう道はいらなかったんですけど道を作るうー必要があるとでこの分だけ少しあの環境負荷が大きいやり方ですが、えー、効率よく低コストで運び出すことができますで以上が干ばつによる木材生産の方法なんですけど えー、続いて海抜についての写真をお見せしますで海抜についてはあのこの後もも説明しますけれども日本全国でどこでもたくさん行われているわけではなくて、えー、一部の地域に偏って行われてますけども、えー、今日お見せする海抜の写真はすべてあの熊本県で撮影したもので、えー、ここでは昨年の7月に大雨が降りまして、えー と水害が起きました熊川流域というところですけれどもでその熊川流域でたくさん海抜が行われていたのでその災害調査の中で、えー、撮影してきた写真になりますでこちらは舗装された林道が下にありますけれどもそれに面したまとまった面積を全部切 直後ですねでこちらに重機もありますけどもここにこう道がこうつづら折り状態にこう上までこう,こう,いうふうに繋がっているのがわかりますけどここをクローラー付きの重機が走行したということで、えー、木を切り倒した木をその重機に乗せてこうやって運び出してきたっていうことですねですのでこれは車両系システムで海抜を行ったケースですこちらはその伐採した後に植林をした 後の写真でこれ左側と右側があって左側は植林直後で右側植林してから多分1年経過した後ということで1年まあ間を置いて植林した場所だと思いますで、こちらも植林はしてるんですけどもやはりよく見るとこう道がジグザグジグザグと通っているのが見えると思いますでその中でやはりこれ大雨直後の写真なんですけどもこういうふうに崩れた跡が見られるということですね でこういうふうに崩れてしまうというのはやはりこの道をつけてしまったことが影響した可能性というのがあるというふうに言われてます。それからこちらは同じ開発した後でも、えー、少し養生をしているケースでこちらもあの道,を道がここに通っていますので道は作ってますけどもその伐採した斜面において えー、伐採した時に出てきた枝とかあ葉っぱとかそういういらない部分を規則正しくこう並べてるんですねで並べることによって、えー、土,土壌の流出を防いでいるという効果を狙ったものであの大変良いケースなんだと思いますしこの場所ではそれほど崩れた形跡も見られないということになります。 でこちらは逆に悪い見本にもなってくるんですけどこの場所の悪いところはこ,この下に人家があるということですね。でこの人家のすぐ裏の山でこういう伐採がされてしまうとやはり伐採に伴う土砂災害リスクというのが一時的には高まりますので、えー、こういう人家のそばは避けた方がいいということがありますがここでは。あー こういう人家のそばで行われてしまって実際、えー、この場所で、えー、土石流が発生して人家が被害を受けたということがありました。でそれがこの写真にありますけども先ほどの一個前の写真の隅に写ってた場所の拡大図なんですけどもその開発した跡地において、えー まあ大雨とともにですね、崩れて、表面だけが崩れてしまって、そこを水と土砂が流れ下った跡がこんな感じになっていて、ここで発生した土砂と水が下にある集落を襲ったということが起きてしまったということです。それからもう一つの見本として、伐採した後ですね、植林しないで放っておくとどうなるのかっていう例ですけども、伐採しないで植林、伐採した後植林しない場合、えー、この写真のようにならなくて、 うまく樹木が生えてきて森林に自然に戻るケースというのももちろんありますただ場所によってはやはり自然に樹木が生えてこないで特にやはり今問題となっているのは野生生物がたくさん山にはいてその野生生物が 生えてくる植物の新芽を全部食べてしまうということもありあるいは野生生物が踏み荒らすということもあって植物が再生しないということがありますでそうなるとどうなるかというとこのように地肌が剥き出しの状態でかつて開発された時に残った切り株だけがこう残っている状態に なってしまいまいでこの切り株もあのだいぶ地面の上に出てきてるのが分かると思うんですけどこれはあのもともとこの切り株の根っこの部分は地面の下にあったはずなんですけどそれが地面の上に出てきてるということはそれだけ土壌が流亡したんだということですね。でさらにここにあの若干広葉樹がポソポソ生えてますけどもこういう広葉樹は全部あの野生生物が嫌いな、えー、不思構生植物といってまああの おいしくなかったり毒を持っていたりするということでえ食べ残されたものだけが残るというふうになってしまうということですね。でこの海抜は災害土砂崩れの災害のリスクがあるというふうに言われるんですけども、えっと、そのメカニズムを説明したグラフがございますがえこちらはですねえその土砂崩れというのは基本的には 樹木があるとその樹木の根っこの効果で、えー、土を支えているということがあって伐採した後も切り株があればその切り株だけでも効果を発揮しますでこの切り株の効果が赤なんですけども切り株はあの年とともに腐っていきますのでその腐りとともに効果が減っていくでその跡地に植林したり自然に木が生えてきたりすれば えっと、それによって、えー、その新しい樹木のお根の効果で、えー、土砂崩れを防ぐ効果が増えていくんですけどもこの赤と緑を合計した効果を計算するとやはりそれをお足したものとして、えー、20年ぐらい経った時、まあ、特に10年から20年ぐらいの間が一番崩れやすくなってしまうということが、まあ、あのいろんな調査から明らかになってましてこの図はそ,のそれを模式的に説明している図です。 それから、この海抜に関しては、えー、地域的な偏りということも実は大きな問題です。今、その現在の日本全体の海抜の面積とか、 あるいは、えーその、これから林野町が100年後まで想定してこれぐらいの面積というのを先ほど説明しましたけど、その面積はですね、えっと、日本全国に均等に、まあ、行われるんであれば、実はそんなに大きな問題ではないかもしれないんですけど、現在の日本の木材生産というのは、えー、その産地が極めて偏っておりまして、特に木材生産が盛んな県として、 南九州の熊本、大分、宮崎という3県、それから、えー、北関東の茨城、栃木、それから東北地方の各県、こういったところに相当やはり偏っているんですね。この図はあの先ほど OECD 諸国の統計でお見せした図と一緒で、横軸が木材の生産量、縦軸がその森林の資源ということになりまして、日本全国の平均値はこの赤で書いてあるんですけども、 当然都道府県によって違いが大きくありますのでこういうふうにばらついてるわけで、えっと、この、えー、横上の方にある県というのは森林の資源がたくさんあり右の方にある県というのは木材をたくさん生産しているということになるんですけど、まあ、このような偏りがあると、えー、場所によってはあ森林が全然、えー、資源があ活用できてない。 で場所によっては森林が逆に伐採されすぎちゃってるっていう問題が生じるのかなという気がします。それから、えー、なぜ日本の日本に森林資源がたくさんあるのにそれがあまり利用活用されてないのかということの理由はもちろんたくさんあると思うんですけどもそのうちの一つに、えー、それがあまり儲けにつながらないということがあります。で儲けにつながらないというのはどういうことかというとおまあ最終消費者が いくら値段を出してくれるかということももちろんあるんですがその最終消費者が出してくれるお金の分配の問題だということですねでこの図は木材の値段を縦軸にとって横軸に30年間の年数をとっている図で左が杉で右がヒノキになってますけどもこれは全部公表されているデータから作っておりますが例えば杉の値段というのは製材品はこのように変化しています 今から10年前に、まあ、その日本の木材をどんどん使っていきましょうということをやり始めた結果需要が増大して値段も上がっていますところがその製材品の原料となる青の緑の丸太でさらにその丸太の原料となっている山に立っている木の値段というのもありましてこちらの赤の山に立っている木の値段というのが実は森林所有している人に戻される金額なんですけどもこの緑も赤も 青,青の製材品の値段が上がっているのに比べてそれに追随して上がるってことがないんですね。でこちらのヒノキも同様です。でこれはやはりそのせっかく高い値段で売れるようになっているのにそれが必ずしも適正に分配されていないということを意味していて山に森林を持っている人から見たら。 自分たちの木を切って他の業界の人たちが儲けてるんじゃないかっていう疑念を生じさせるような状況になってしまっているということになります。で、これをこのことはあ、まあ、日本政府もよく気がついていまして、えー、それをなんとか 是正しななけけれればいいいいという努力もされていますでこれは輸入された材木と日本の材木の原価構造を比較している図になるんですけど、えー、最終消費者が支払う金額については輸入したものも日本の木材もそれほど大きくは変わりません。 えーというか現状では残念ながら日本の木材だから高いお金出して買おうというところまでは行ってなくて値段同じなんだけどどっちを選びますかってなってしまっています。でそれを前提として同じ価格が支払われたもののがどのように分配されるのかを見ると輸入のものに関しては輸入コストというのも19%かかってますけども加工とか伐採搬出にかかる費用が少ないのでこの立ってる木っていう 部分これが要するに所有森林所有者を受け取るわけ前になるわけですけどこれが26%も確保されているということですね。ですのでその森林所有している人もこんなに儲かるんだったら喜んで切ってくれっていうふうになるわけなんですけども、えー、日本国産材の場合はですね、えー、残念ながら、えー、この加工と伐採搬出にかかる経費が極めて大きいためにこの輸入コストというのがないにもかかわらず 森林所有者の方が受け取れる金額というのはわずか3%でしかないという非常に深刻な状況になっているということです。 で、まあ、この問題を解決しないとなかなか山を森林を所有している方が木をどんどん切ろうという、えー、モチベーションが高まらないということがありますので、えー、政府としては、えーまあ、この加工にかかる木材産業の体質強化大規模化効率化それからこの伐採搬出に関わるコストのお を減らすためのま道路を整備したり先ほどお見せしたクローラ付きの大きな機械を導入するというようなことをやろうとしているというような状況です、えー、続いて干ばつについてなんですけど干ばつをもちろん推し進めたいというふうに思っている人は多いわけですが干ばつについての最近の状況を見ますとこれはあの愛知県、岐阜県、長野県を流れている八萩川という一つの川の流域全体の統計を集約して えー、過去10年間ほど干ばつの面積はどのよう,うに変化してきたんですかというのを示しています。でこれを見ますと干ばつの面積残念ながらかなり半分ぐらいに減っているわけですね。なぜ減っているのかと言いますと実は2009年2010年頃に先ほど申し上げた政策転換があって木材をどんどん生産しましょうというふうに政府が決めました。で間伐においてもこれまで間伐した木を 運び出せたり運び出さなかったりしていたんですが、えー、ここのところで間伐先は原則全部運び出しましょうっていうルールを定めたりしてますでそれをした結果ですね実は面積は半減したんですねでなぜかっていうと、えー、実はこの間伐作業に従事している人の数はこの間ほとんど変わっていません、えー、で、 間伐に関して、間伐した木を運び出す場合と運び出さない場合に、どれぐらいの作業,作業の人手が必要かというと、運び出すやり方は運び出さないやり方に比べて2倍の人手が必要です。まあ、2倍の時間が必要だと言ってもいいかもしれません。ですので、残念ながら同じ人手で、同じ時間で、 運び出さない方式から運び出す方式に転換した結果ですね、面積という意味では半分に減ってしまったということになったわけです。だからまあ干ばつについても簡単に進められるような状態ではないということがわかるかと思います。 でこのようなデータを踏まえて、えー、日本の森林の未来可能性、あるいは課題ということを整理したスライドになりますけども、日本の森林には十分な資源量があるということは分かってもらえたと思いますし、利益分配の歪みはあるんですけども、それが是正されれば、高い収益性も期待できると思いますで。何もしないで放置するということに災害リスクがありますので、それよりは災害リスクを干ばつの場合は減らせるかもしれない。 それから森林という財産は為替や景気に左右されないので長期的に安定した財産と言えると思いますし農産村のまあ過疎化に対応することとして兼業でできるという特徴があるのでまああの農業のあんまりやられない時期とかにやればいいとかいうこともありますので。 えー、移住・定住に貢献できるだろうと、それから木材生産・防災以外に多面的な価値を発揮できるだろうということです。で、脱炭素社会にも貢献できるんじゃないかというのが未来可能性ですね。で、一方で課題もあって、もし海抜という方式をチョイスする場合は、20年間ぐらい災害リスクが高まっちゃいますよと、それから、えー、海抜した後植林するということについてはコストがかかりますと、それから今日あまり説明しませんでしたけど、 えー、伐採についてはですね、あのー、もちろん非常に良心的な業者もいるんですけども一方で非常に悪質な業者がいたりして違法行為なんかもあるのでその取り締まりが難しいそれから干ばつの時も言いましたように作業する人手が必ずしも増えてはいないとそれから、えー、その伐採地にアクセスするためには道路が必要ですけどもその道路の整備も進む。 進めなななければならないそればららいそか産地の偏りがあるでこういったことを何よりも支えなきゃいけない科学的な知見が現時点では十分ではないというような課題があるということになります。で、えー、このような講義をあの東大の12年生に私はやっているんですけどもその東大の学生に講義するときに課題を出して、えー、45人のグループに分かれてディスカッションしても,してもらったりもしてます。 で昨年度の講義で例えばどんなディスカッションしたかという例をここに示しているんですけども今説明したように森林の特徴として複雑なので科学的には明らかにしにくいねとか総合的なので縦割りの学問分野縦割りの行政になじみにくいねとか長期的なものなんで 民主主義の中で政権首長議員が交代するという仕組みになじみにくいねとこういうことがある,あるでそれそういうことについて皆さんどう解決方法を考えますかっていうのをディスカッションしてもらってますで2020年度の東大の学生は、えー、このように答えたという例を挙げてますけども、えー、とこれまあ時間の関係で全部読み上げはしませんが皆さんざっと見ていただいて 東大の学生もさまざまな意見を言ってるねというふうにちょっと見てもらえばなというふうに思います。例えば科学的にわからないということは決して悪いことではないという捉え方もあるし、まあ、軌道を途中で修正できるように余地を持たせるということが大事だとか。 あるいはあ文系の人にとっては得意分野じゃないかとかですねそういうような意見が東大生から出ていますそれから総合的なもので縦割りになじまないということについては、えー、やはり義務教育で、えー、今日ここでやったような講義をしたらどうかということもありますし えーまあ、その森林だと農学部で理系というイメージが強すぎるんだけどももっと文系理系横断的な領域じゃないかということそれからあやはり地方文献で考えてもらうことが大事、えー、ではないかということですね最後に民主主義との関係で書いてますけどもまああのーえー、そもそも 民主主義で意思決定するにあたって科学的な論理性が大事だとかそもそもその森林ということが選挙の争点にならないっていうことだよねっていうこともありますし。 えーまあ、その民主主義の中でも強固な長期性を担保する手段として、まあ、法改正の要件を厳しくするとかナショナルトラストみたいな民間の力に頼るとかですねそういうあるいは柔軟性を持ってるべきだとかそういう意見が出ていましたので,でこれについて私から最後に学生に紹介まとめとして紹介をするわけですで私の意見としては、まあ、科学は進歩してますよと。 でただそのデータを取るといっても過去のデータは実は取れないので東大の円周林というのは100年以上の歴史があって過去のデータを全部持ってますとそれがものすごい財産なんですとそれから森林は、まあ、科学で明らかにする部分もあるけど一方で癒しとか神秘性とかあパワーとかそういうものもあるそれも価値としては大事だよねとそれから、えー、東大のシステムとしてはあの こういう多様な学びというのもあるというのがいいことな部分もあるよねと。えー、というようなことを説明しています。まあ,あの細かく全部読む時間がなさそうなのでここは飛ばしますが。で今日の講義の最後になるんですけども、えっと、私はですね、えー、先ほど冒頭にも紹介がありましたように東京大学の理科一類というところに入学しました。 それでの、えっとその後森林その時にはまだ森林を選ぶということは決めてなかったんですがあ東京大学のシステムの中でいろんな選択肢がある中で森林を、まあ、その時に選んでそのまま現在までライフワークとしてやってきています。でその選択はとても正しかったというかあのとてもいい選択だったと思ってるんですけども、まあ、なぜ選んだのかということについては やはり私あの東京生まれ東京育ちで、えー、と都会の中で、えー、主に育ってきましたけどあのどういうわけかやはり自然が好きでその自然の中に身を置いてる方があの楽しかったり落ち着いたりということがあったのであのぜひそういうことを仕事にしたいなと。 でまあ、もちろんあの実験室の中で実験を続けるというのも嫌いではなかったんですけどもあのできるだけこうアウトドアでフィールドワーク的なことがやられてしかもそれが仕事になったらいいなというふうに比較的単純に考えて選んだらですね、えー、ま,あまさに望み通りの 大学生活が遅れてしかもまあそ,のそれを研究としてまとめていったところそういう仕事も大学で得られて今に至ってます。で森林を専門にして良かった点いろいろあるんですけどやはりまず日本中に森林ってありますのでほぼ全ての地域で仕事があるということですね。で なんか限られた地域でしか仕事がないっていう専門っていうのはちょっと寂しいなと思いますね。それから世界中でも実は砂漠地域は別として仕事がありますし、えー、驚いたことにその日本では森林を研究してると言っても誰もはっっていう感じで何のレスポンスもないんですけど世界では森林の研究者だというとすごいこう尊敬されてるんですね。 それぐらい今森林の仕事って高度な専門性の仕事でそれをやってるっていうのはすごいというふうに認識されてるということが後になって分かりました。でそれからさらにその今日本の森林に森林をどうしていくかというのは非常に注目されていて社会的なニーズが大きいと思うんですけどもそれに対して専門家の数が足りていません。 なので今、私のところには毎日必ず1つ以上いろんなところから仕事をしてくださいとかその手のことが舞い込んでくるんですけどそれ全部引き受けてたら私がパンクしてしまうぐらい忙しい状態になっていますのでえまあそういう社会のニーズの量と専門家の数というのは必ずしも比例してなくてですね専門家が不足している領域になっているかなと思います。 それから、えー、個人的には農産村の生活、私もあの今、東京にたまたま勤めてますけど、東京大学の所有する演習林に勤めてるときは、もうあの自分の住んでるところから歩いて30秒で職場に到達して、でその職場からあ車で5分も行けば、もう人家の全くない森林の中で、えー、研究できるというようなところにいたわけですけれども、えー、そういう生活と都市の生活のいいところどおりができるかなと。 それから森林というのは非常に複雑なものなので、まだまだわからないこともいっぱいあり、研究の対象としてはあのもうネタが尽きない対象だなと思ってますし、で、最後にその森林というのは非常にそのイメージが先行する世界でして、えー、っと森林はこうでしょう、あ,あでしょうという人が世の中にいっぱいいるんですね。ですが、 今日私はこの講義で一生懸命皆さんにデータとかグラフとかそういうものを示して説明してきました。で、そのデータとかグラフをちゃんと示して説明しな,しない人はですね、かなり思い込みに基づいてものを言っているケースがあると思います。で、まあできればそういうのをできるだけ直していって、えー、何か言うときにはちゃんと根拠をはっきり持っていようねと。 そういうことで、えーまあ、専門家のそういうところで活躍する余地がすごくあってあの思い込みが激しい人に対していやそれはあの違うかもしれないねとじゃあ一緒に考えていきましょうという形で、えー、いろんな意見を言っていけるという場が非常に多いと思っていて、まあ、そういうことが長い目で見ればあの日本の森林あるいは世界の森林を少しでも良い方向にしながら私たちの地球のまあ脱炭素社会の実現に向けてですね少しでも いい方向に貢献できるのではないかということでとてもやりがいを感じているというふうに思っております、えー、今日の講義は以上になりますご静聴ありがとうございました はいいありがとうございます、えっと、具体的には、えっと、2009年に、えー、政権交代というのが日本に起きまして、えー、民主党を中心とする政権に変わったわけです。でその時にその民主党政権の,、まあ、あの公約というか政策の一つの目玉が森林林業政策でありまして、えー、その民主党政権の下森林林業再生プラン というまあ国家戦略が打ち出されたんですねでそのそれによ沿ってさまざまな森林に関するまあ、計画であるとかあるいはその補助金であるとかですねその、えー、制度も変ええー、その財政支援財政投入も行われたとで、まあ、何よりもその 国の力によって、えー、木材の生産を増やそうということで、えー、生産も増やしたし木材の消費も増やそうということで、えー、気遣い運動という言い方をしますけどどんどん木材を使っていこうとでいうことで公共建築物の木,木造化とかですねあるいは内装の木質化とかですねそういう形で消費木材消費の方もお強化していったというようなことが、えー、政策レベルでありましたで。それに対応する形で えー、民間企業の方もですね、えーっとまあ、その木材を増産し、かつそれを消費するっていうことに積極的に協力して、えー、外国から輸入する材を日本の材に置き換えるっていうことに対して努力されてきたと、まあ、その2点が大きな要因かと思います。 あのまあ、生態系っていうのには動物も植物も入っててで動物っていうのもそれこそ哺乳動物からあの昆虫からあるいは微生物から全部動物なのであの非常に幅広い質問になっちゃってるわけですけどあの大型哺乳類ということで言えば。 やはり今日本全国の森林でやはり大きな問題となっているのは、えー、鹿とかイノシシとかそういう動物がやはり増加してきていてそういう動物があ森林の中に生えている植物を食べてしまうでもう一つはその動物が歩くところが、まあ、踏み荒らされて締め固められてしまうっていうことですね。でそれは、えっと、伐採してない森林でもその 樹木の下に生えている下想植生というか下草の部分を食べてしまいますし伐採した場所ではその伐採した跡地に自然に生えてくるものを食べてしまうっていうことがあのその森林にとって管理上は非常に大きな問題になってます。そそれととと昆虫ということで言えば、えー、やはりその森林にとって さまざまな昆虫がさまざまな働きしてますけどその中には森林の樹木を集中的に枯らしてしまう昆虫というのがいるんですね。で古くはその松の木を枯らしてしまうその松のまだらカミ切りという カミキリムシとそれがまあ媒介する松の在籍中という虫による松枯れというのがありましたけど最近問題となっているのはナラ枯れといってコナラとかミズナラといった紅葉樹を枯らしてしまう病気でこれはえっとえキクイムシの一種がですね媒介してその菌を樹木の中に持ち込んでその菌が繁殖することによって樹木を枯らしてしまうということがあの問題になっている地域が。 え増えてきてきいるととうことですねで世界的に見るとあの、まあ、日本もかつてはありましたけどあのそういう病気とか虫とかが大発生することによって広い面積の森林が一斉に枯れてしまうっていうようなことも起きていますので、えっと、その生態系のバランスというのは非常に難しくてですね少し狂うと。あの その樹木が大量に枯れるという,ような形で大きな影響を及ぼすということも起き,てる,起きる可能性があるというふうに思います。はい。えっと、資源はあるんですけど、資源があるというのは何を見ていっているかというと、山に生えて立っている、えー、生きている木の量を まあカウントしてて資源があるると言ってるわけですで資源というのはあくまで可能性として存在してるっていう意味でしかなくて、えー、例えば材木が倉庫に山のように積み上がってるから資源があるっていうのとは全然違うんですね山に立ってる木としての資源はあると言ってるだけですでその売る,売るとなるとですねその売るためには、えー、売れる商品になってなければいけないわけですけど え資源としてあるのは原料ですので原料から商品にしなければその資源はまあ何て言うかな宝の持ち腐れ的なものでしかないわけです。で今日私の講義で説明したのはその山に立っている資源である樹木立ってる木というのを実際に商品にするまでの間にも例えば伐採しなきゃいけない運び出さなきゃいけないえそれを乾燥させて加工しなきゃいけないっていうさまざまな ププロロセセススががあってそのプロセスが全部完了しないと売れる商品までたどり着かないでですねでその売れる商品になって初めて、えー、外国から船でやってくる売れる商品とのこう競争になるっていうふうになってるわけです。なので、えー、現状の今,今の質問はとても大事な質問なんですけど、えー、その質問の答えとしてはやはりその山に立ってる木という資源を えもうすぐに売れる形の資源まで持ってくるそのプロセスにおいていろいろと苦労が大きいとでその苦労の中には、えー、とその支払う最終的に購入消費者が買ってくれるお金をどう分配するかという分配の不平等の問題というのもあればあるいはその山から木を切る時に実際に誰が切るのかという人手の確保の問題とか あるいはその切り方によっては災害リスクが高まるという問題とかいろんな問題が、まあ、課題が抱えてるんだっていうことですねはいえっとあの一本も残らず切るとあの確かにあの そういうことはありえるんですけど実際にはあの木を切ってもですねその切った場所の土はすぐにはなくならないんですね養分をと持ってる土はなぜかといえばそこには切り株が残ってるからです切り株はその土を支える力があるので切り株が土を支えてるうちに次の植林をしてしまえば、えー、その植林した木はそこに残ってる養分を使ってまた成長できます それから植林しなくても自然に種が飛んできたりすればその植物はそこにある養分を使って生きていけます。でその森林の森林と農業の違いなんですけどその農業っていうのはやっぱりもともとその土壌が持っている養分の量だけでは到底育ちきれないようなものを毎年育ててるんでそこには当然肥料っていうのはある程度必要なんですね。 ところが森林っていうのはあの実際肥料全くなくたって森林って普通に存在していますので,でその基本的には外から肥料をあげなくても樹木は再生できるっていう力が、まあ、土にはあるわけです。なのであのその全部木を切った切るやり方で そ,のそれこそ養分がなくなってしまってということはあまり心配する必要はないんですけど唯一心配しなきゃいけないのは土壌が全部なくなくっちゃう場合ですよねそうしちゃうともうあの土壌がないところには養分もないので木は育たないということになりますのでそれがさっきお見せした切り株だけがポツンポンツンと残ってる写真があったと思うんですけど。 あの写真みたいな状態だともう土壌だいぶ残って流れてってしまってるので今切り株だけが残ってますけどもあの切り株もいずれ朽ちてえなくなってしまえばもう養分は全くないのでその場所ではあのもう二度と樹木は育たないっていうふうになってしまいます。なののであのー 土壌がそこに残っているような状態で、次の世代の森林をいかにこう根付かせて育っ,育っていけるかっていうようなことを気をつければ、あの外から肥料をやったりする必要は森林にはないということになります。はい えっと鹿はあのー、おそらくあのー、太古の昔から人間が日本列島にそれほどいない時代から鹿という動物は日本列島にずっといたんだと思いますねで私どもの円周林もえー、っと100年以上前にできてますけどえー、っと100年以上前の記録にも 鹿鹿がたたくさんいたとかをでまあそのただ最近はやはり鹿の密度というのが、えー、非常に大きくなってしまっていて、まあ、これは多分歴史上なかったほど大きくなったんだと思いますで、えー、それによって、えーまあ、生態系にかなり大きな影響を与えている。 ことは間違いないなでですでそれがですねあのいいことが悪いことかってことを私が言うつもりは全然なくてですねあの何て言うかなその生態系が変化すること自体は自然現象なのであのそれがいいとか悪いとかいうのは人間側の都合の問題だとは思っているんですけどあのやはり鹿が多い 地域の生態系はそれなりの姿になり、鹿が少ないところではそれなりの姿になるという形で、その生態系の姿自体が変わります。で、えー、っとそこで、じゃあ森林側、あるいは人間側の都合と言ってもいいですけど、その人間側として、えー、ど何,を困何に困っているかっていったら、やっぱりそのお本来そこにあるべき植物を食べてしまったりするので。 え本来その守られてるはずの土壌とかが流れてしまったりっていうことなんですね。で今それその対策としてもちろんその鹿の数を減らすとかいうこともあるんですがあそれよりもおもうその人間が植林した場所を柵で囲って守るとであるいはその植林した木一本一本にその鹿よけの筒みたいのを巻きつけて食べられないようにするっていうような。 えーまあ、あの鹿に対して人間が植えた木を防御するっていう対策を取らざるを得なくなってるんですね。でまあそれを取らないともうあのそれこそ先ほど写真でお見せしたような非常に悪い状態になってしまうということで、えー、人間が、まあ、人間の都合でもし、えー、自給率を上げたいとか木材生産したいとかいうんであれば伐採しなければならないんですけどあの伐採 しあとまた植林をしたりあるいは自然に森林が再生するときにどうしてもその鹿というのが困った存在だなということになっちゃうと思います。で、ざでまあ、もしその伐採ということをあまり考えなくてもいいということなんであれば鹿、まあ、が多いところ少ないところでそ,のそれぞれの対応した生態系の姿になり、まあ、その姿はよほど極端なことが起きない限りはあの まあそういう姿なんだなといって受け入れられるものかもしれないですけども、えー、それは鹿の密度の多い少ないによって違いますねあまりに極端に多い場合はあの何もしなくてもそれは災害リスクが高い森になるということもあるんだろうなというふうに思います。 はい、えーっとえー、私のところにはあのー、そのソーラーパネルを設置しようとしているあるいはすでに設置されてしまったというような地域の人たちから、あのー、相談に乗ってほしいという話がたくさん来るわけなんですけど、あのー、私はですねその 自然エネルギーっていう、まあ、あるいは再生可能エネルギーとか自然エネルギーとか言ってるものはあの、まあ、非常にその環境に優しいエネルギーっていうか環境にいいことだっていうふうに思われてる節もあるかもしれないんですが基本的にはその自然エネルギーっていうものはあ何がしかの自然破壊をしたことによって得られるエネルギーなんだろうというふうに思います。うんで それはあの今実は日本の森林が伐採されているいてそこから出てくる木材生産される木材の一部はあのバイオマス燃料として燃やされているわけなんですけどつまり森林がエネルギー利用されてるんですけどもまあそういう意味であの森林を切ったことによってエネルギーを得ているわけですでソーラーパネルについてもソーラーパネルというのは基本的に太陽が当たる土地がなければできないものでその土地というのはあの まあどこそのまああのもし農地とか、えー、それ以外の土地でいいとこがなければ森林を切り開いて設置するってこともあるわけでで今あの日本中であの森林を切り開いたソーラーパネルっていうのが増えてきてしまってます。でこれはもうあの 私個人の意見としてはですねどう考えてもやりすぎではないかとそのソーラーパネルによって発電すること自体は悪いことではないんですけどえっとまあ欧米諸国とかの例を見ると、えー、ソーラーパネルを設置する場所として森林を使うことは禁止するとしている国があるぐらいですでそれぐらいその森林を他の土地に転換する場合やはり いろんなルールがあったり注意深くやらなきゃいけないっていうのはすべての国で共通してるんですけども日本ではその森林にソーラーパネルを設置するということに対する規制が今非常に緩くてですねあのその森林所有者の同意はもちろん必要なんですけど所有者さえむしろ同意してしまえば簡単にそれができてしまうような形になってるんですねでそれがやっぱり非常にその大きな問題を日本中で引き起こしてると思います。 でやっぱりそのソーラーパネルのか、まあ、無秩序な拡大といいますかそういうことはこういうふん、まあ、副作用というかですねそのマイナスの効果をもたらすということをもう少しちゃんと考えた上で,で適正な規模での,その自然エネルギーの利用というのを考えなきゃいけないんですけどどうも。 そういうい私はそう思いますけどそうじゃない考えの人も世の中にはいっぱいいて森林今すでにある緩い緩い森林の規制もどんどん撤廃して規制ゼロにすべきじゃないかということまで言ってる人もいるぐらいで、えっと、社会的にはもうその大きな議論になってると思うんですねだからあのぜひあの皆さんの周辺でそういうおかしなソーラーパネルがあったらですねこれはおかしいんじゃないかという声を上げていただいて それを、やはりその地方の自治,、まあ、自治体の議会とか、あるいは首長に直接そういう意見を届高校生の皆さんが届けていただいて、えー、何とかしてくれっていうふうに言った方がいいと思うんですね。そういう意見がたくさん出てくれば、世の中は変わっていくんじゃないかなというう思います。はい。えっと、中国ですけども、 えっと、今から30年ぐらい前の1990年頃に、えー、長江で、えー、大水害があったんですねで。その大水害で100万人以上の人が被災したというようなことがありましてその時の中国の政権がその大水害の原因の一つが、えー、森林を農地に転換しすぎたんじゃないかというふうに考えて、えー、対抗管理政策 っていうのをやり始めました対抗・管理というのは、えー、対抗というのは高地を減らすそれから管理というのは森林に戻すっていう字を書くんですね。でこの政策は えーまあ、ずっと昔は多分森林だった場所を農地に転換して食料生産してた地域がある中でそこで農,農業生産をやめて森林に戻しなさいという政策だったわけですでそれに対して政府も補助金をたくさん用意したりして中国の農民もそれに協力しましたでそういうような政策を25年間ぐらい実は中国が続けていてその結果中国の森林面積というのは 毎毎年毎年劇的に増加してるんですで今現在中国の人工的に造成した森林の面積っていうのは、えー、9,000万ヘクタールありまして、えー、日本が1,000万ヘクタールなんで日本の9倍ありますけれどもこれはほとんどその,、えー、その過去30年間ぐらいに中国の農地を森林に戻すっていう政策のもとに作られてきた森林なんですね。 でそういう中国政府の強力なイニシアチブと、まあ、そのインセンティブ、補助金を出すなどとした方策に、まあ、農民が対応したということもあって、森林面積は増えています。で一方で、あの今の質問にあったように、中国というのは膨大な人口があってですね、その人口の人口の に対応したそれこそ木材の消費量とかに膨大になるわけです。で、経済成長もしてますので、で、その結果何が起きたかというと、中国は現在、世界のマルタ取引において世界最大のマルタ輸入国になってまして、現在の統計ですと、中国のマルタ輸入量っていうのは世界のマルタの輸入量の44%を占めています。つまり えーまあ、日本もそういうふうに言われることあるんですけど中国の場合も自分の国の中の森林は保護し植林し増やしてきてるんですけども一方でその旺盛な木材消費を輸入で賄っているという形になっているということですね。えー、それはあの場所にもよるんですけど、えっと、そういう場所もありますけど多くは あの人工的に苗木を植林したあ森林で,で中国の場合は、えっと、3種類ぐらいの、えっと、種類があってそれを植えてます。でその中国に植林されてる木の種類は、えー、比較的早く成長する木が多いので。 中国の南部が中心ですけども、だいたい20年から30年ぐらいでもう伐採して、次の世代を植えるっていうようなことまでもう進んでいる状況ですね。はい、えっと その通りだと,思いますあのとても期待していますのでぜひあの森林分野に進んで人工知能研究をしてください。<laughs> はいいえー、っととですすねありがとうございます今,日今日の講義の中であんまり詳しく話せなかったんですけど、えっと、今言ってくれたことはその災害リスクっていう点に限定された理由だったんですけどそれ以外にもその例えばあ全体的な経済性としてどっちが有利かっていうような観点も当然あるんですね。でその多干罰のいいところっていうのは あその要するに10年に一遍収入が得られるっていうことなんですよ。で例えば一斉にやってしまったらその一斉にやった年だけはものすごいお金は儲かるかもしれないけどその後植林するコスト払わなきゃいけなくてでこう植林した木が育っていく間は全く木がないわけですから収入ゼロなわけですよね。だけどその多干伐って方式にすれば。 そのじ例えば10年おきにまあそれは10年じゃなくたって12年とか15年とかずらしてもいいし、えー、好きな時に好きなタイミングで好きなだけ切ってそれを売ることができるわけですよねだからある意味貯金を持ったままその利子を売っていくみたいなことだってできるわけなんですし所有者にしてみたらタイミング見計らうことができるしあとその道のメンテナンスという点でも、あのー、全部切って植えるというやり方だと道については 回回作った道を全部1回捨てちゃうわけですよねで50年間使わないわけですから50年間使わない道っても自然に帰っちゃってなくなっちゃうんですけどその10年ごとに例えば切るんだったらそこの道はしょっちゅう通ることになるのでずっとこう自力で維持管理するわけですよね。でその道を作るっていうのはとんでもなく大変なことなのでえっ、ー、一旦作った道を大事に使うっていうメリットもあるんですよね。 そういういろんな角度から比較しなきゃいけないんですけどちょっと今日は時間の関係で細かいことまで言えませんでしたけどはいえー、っとモデルですねえー、っと例えばじゃあ,あの手前味噌ですけども私どもの東京大学の演習林のことについてお話ししますと 私ども東京大学の演習林全国に7カ所あるんですが、その中で一番規模が大きいのは北海道演習林です。で北海道演習林は富良野というところにありまして、その面積は2万2000ヘクタールという面積があります。で、この北海道演習林100年前にできていましてで、私どもはこの北海道演習林で今から60年ぐらい前から えー、ある独特の心理管理法を実践してるんですね。で、その60年前の東大の先生が編み出した方法で、えー、その方法はあ、その森林をまずよく調査しましょうとで。調査した上で、えー、その森林の一部をまあ抜き切りして、えー、その抜き切りしたものは高く売るんだけども、その抜き切りする割合は大体10%ぐらいにとどめておいて、えー、残りは残しておくとで。それを 10年から15年ぐらいのサイクルで少しずつ抜き切りしていこうと、まあ、さっき説明した昭和北間伐に近いですねただあの林野町はあくまで昭和北間伐は人工林といって同じ種類の木だけがだーっと生えている杉とかヒノキを想定して言ってるんですけど東大の北海道遠州林は紅葉樹林でそれをやってるんですねでその紅葉樹林は人間が植えたものじゃなくてもともと自然に生えてきたものなので 生えてる種類の木の種類はもう20種類とかあってしかもその木はまっすぐ立ってる木だけじゃなくて曲がってたり小さかったり大きかったりもうぐちゃぐちゃなわけですよ。でそういうところでもその抜き切りをしてかつたまあもう頻度高く抜き切りしていこうという管理方式をすでに60年前からやってます。で現在その北海道円周林で 木材を生産していてそれを販売してますけれどもその販売して得られる収入っていうのは売り上げはたい毎年1億円ぐらいです。それぐらいの収入がその人工林ではなくて紅葉樹林なんですけどもそこから上げることができてるとでそれはえっと、まあ、北海道円州林で働いてる人たちがみんなそれを、まあ、やり方を熟知しながら。 今このタイミングでどの木を切るとどれぐらいで売れるかっていうことを常にこう考えながらやってるわけですよね。で、かつ、えー、その森林の中にはもう年取っててそろそろ枯れて倒れる老齢の木もあれば、えー、今ちょうど伸び盛りの木もあればまだ小さい木もあると。で、その成長段階に応じて、でかつその、えー、ある木の成長に対してこの隣の木が邪魔をしているケースとかそういうのもあるわけですね。でそういういのをよく見極めながら そのこの木を成長この木を将来いい高く売りたいんだけどそれを邪魔してる木はあらかじめ取っておこうとかですねそういうことを非常にきめ細かく考えているってことなんですで、まあ、東大のその北海道への林は一つの成功事例で、えー、日本中から人が見に来るんですけど、えーまあ、ヨーロッパとかではそういうことはあのかなり一般的に日常的に普及してるという話も聞きますで残念ながら日本では 北海道のやり方は全然普及しててなくてですねでやっぱり何が違うかというとその森林に対してその森林に関わる人たちがどれだけ愛情を持ってるかということだと思います。でそのやっぱり愛情がなくなるとつまり無関心になるということなんですけどどうしてもやっぱりこう放っておかれたり非常に機械的に処理されたりしちゃうんですけど愛情をかけ始めるとですね やっぱりその愛情に応じた応答を森林がしてくれるというところがあってなるほどこの人たちはこういうふうに愛情をかけてくれてるんだということでえと森林の方もそれにちゃんと対応したレスポンスをしてくれてまあ最終的に森林も豊かになりそこから伐採して恵みを得る側も収入がちゃんと得られるっていう形を作ることができているのかなと思うんですね。それを実現するまでにやっぱり えー、20年も30年もかかってるというふうに思いますので、あのー、やればできるけれどもなかなかいい事例少ないのかなというのが実態かなと思います。ぜひあの皆さんも、あのーまあ、東大に来られたらですね北海道遠周りを見ていただいてそこで、えー、北海道遠周りでどのような営みが行われているのかというのを総合的にこう観察していっていただければいいのかなというふうに思います。 はいいい質問ですね。そうですね、あのたくさんあります、えっとえー。高齢化したことのメリットとデメリットを言うと、メリットとしては、やっぱりその、えー、まあ,あの、要するに景色としても大きい木が。 あるっていうことがやっぱりその人間がそれに触れたらそれなりに感動をもたらすものになるわけだしみんな大きい木を例えば縄文杉とかをこうツアーにするわけなんでそういうこともありますしだんだん森林が神秘的な形になっていくということですよね巨大な木っていうのは。それからその老齢化した森林というのは決してあの非常にこう荒れ果てた森林になるわけじゃなくて。 私たちのデータでは100年経ってもまだまだその樹木っていうのは成長してるし樹高も高くなり太さも太くなり二酸化炭素も吸収し続けてるっていうデータも出てきてます。でそれとだんだん老齢化した森林だとあの木の本数は減っていきますのでその減った本数の分だけ隙間が空いていてそこにたくさん他の植物が生えてくるということがあるので。 非常にその多様性の高い森林になっていくんですよね。で、えっと、そういう森林ではあの土壌とかもどんどん豊かになっていくということで、まあ、いろんな意味であの老人だからダメというよりむしろ老人だからの豊かさみたいなのを実現できる部分があると思います。でデメリットとしてはやはりその災害にいつあるかわからないということなんでやっぱり大きい木もそのも 例えば台風が来たら倒れてしまうかもしれないし、えーまあ、それは若い木だって倒れてしまうかもしれないんですけど大きい木が倒れるとインパクトは大きいし、えー、その虫とか病気で枯れてしまうかもしれないですよね。で、まあ、虫とか病気の中にはあの大きい木の方を集中的に攻撃して大きい木ばっかり枯れるっていうようなケースっていうのもあることはあるので。 そういういリスクがあるとそれからその森林を切って樹木木材として利用する立場で考えると、えー、実はその大きい木っていうのは、えー、非常に希少価値があるので高く売れることは売れるんですが、えー、大きい木が欲しい人ばっかりじゃないので、えっと、限りがありますねそれと大きい木の場合運び出すのが非常に大変ですあのトラックとかに積めないですよね どうやって運ぶのかって問題があるのとあとどうやって加工するのかと大きい木運んでってそのじゃあどこかの工場に運んでってもそこの機械に入らなかったらどうするのかとかねそういう加工する側に大量生産には向いてない形があるってことですね大量生産すると効率はよくなるんですけどどうしても大量生産する機械っていうのは 直径がこの範囲に入ってないとダメですっていう制約がついちゃうことがあるので太すぎる木っていうのは逆に価値が下がっちゃったりするところもあります。だからあのそういう複合的なメリットとデメリットがあるということを念頭に置いて、まあ、あの全てを大きい木にする必要ももちろんないしかといって全てを若い木にする必要もないのでそのバランスをどこに置くかということで、えっと、林野町は えっと現在の1000万ヘクタールの森林を2対1に分けて2の方を若い森林で1の方を年寄りの森林ってこう分けてるんですけど私の個人の意見は言わなかったんですけど私自身の意見としてはもう少し大きい大きい森林増やして小さい森林減らしてもいいんじゃないかと思ってて2対1を逆に1対2ぐらいにしてもいいかなとは思ってます。 まあそれはあの個人の意見でいろんな人の意見があると思うんで。はい。はい。じゃあちょっと画面共有してみますかね。えー、っと。 こう植林をした木を何もしないで放っておくとあの太さの方はあまり太らないんだけど高さの方だけ高くなるっていうことなんですけど、えっと、この木の太さが太くなるっていう仕組みは基本的にはこの木の上についてる葉っぱの量で決まってるんですね。葉っぱが光合成をするからそれに応じて、えっと、木の太さが太くなるんですけど。 えっと、これだけ密集して木が生えていると隣と隣り合ってる木と,の木と木のスペースが限られていてこの限られたスペースにしか葉っぱはないわけですから、えー、木が仮にこう光を求めて高くなっていってもそれに対応して葉っぱが増えるっていう関係にはならないわけです。だから 葉っぱの数は全然変わらないまま、まあ、木がこう伸びていく高さが伸びていくっていうのは光を求めて伸びていくんですけどそれは変わらないんですけど、えー、そ,のその伸びていくのに対応した太り方っていうのが実現できないっていうことで、えっと、高さが伸びるけど太さあまり太らないっていうことが起きています。 まあ、あの基本的にあのそれこそ私たちが食べるもやしとかを育てるときとかも一緒のことが起きてると思いますけど何か植物を密集して植えると、えー、その植物というのは光を求めてどんどん上に上にといく性質があるわけなんですけど、えー、それに対してこう太るかどうかっていうのはやっぱり光合成量で決まってるので残念ながらあーそのスペースがないところで葉っぱが増やせないという制約がかかるということですね。 でそれともう一つは、この雨粒が巨大化して地面に落ちるという話なんですけど、えっと、この雨粒はそれなりのスピードとエネルギーをも、重さを持って地面にぶつかるので、木が全然ないところでも雨粒が地面に当たって、地面が削れるって現象は起きるんですけど、実はここに木があると、その木,木のあるおかげで雨粒の大きさが巨大化するんですね。 この雨粒があるときにボトッと落ちるんですけど落ちたときにそのまあ重さとしてはおそらく何十倍にもなってるわけですこの雨粒でこのエネルギー衝突エネルギーっていうのは重さとこの速度によって決まるのででこの落下する高さが高だか数高だか数十センチなんだったらそんなにスピードが出ないので衝撃がないんですけど。 さっっきも言ったようにどんどん木の高さ高くなって 20m30m といきますのでそうなるとすごいスピードで落ちてくるんですね。でそのスピードを緩和してもらうためにはこの地面が直接土がむき出しになってるんじゃなくてここに植物が生えていればそいつにぶつかって衝撃を和らげるんですけどそれがないとこいつが直接地面にバーンとぶつかっちゃって、えー、削れていくっていうことがここで起きるわけです。 まあそんなメカニズムでだからこれもその、まあ、非常に密集して真っ暗な状態の森で一切植物が生えてないだからこれが密集してると光が全部遮られて下に植物は生えないんですね生えないから雨粒がちょっと当たるんですねでこの次の写真は、えっと、真っ暗で密集した森をこれもう干ばしたあとなわけですでも干ばしたあとでも植物なんか全然生えてないですよね まだこれ光が入ってきたばっかりなんで植物が生えてこないと。でこの状態でも雨粒は落ちてくるんですけどで今この切った木を運び出さずにここに並べて置いてあることで雨粒がこういうものにぶつかってあの衝撃を和らげてくれるっていう効果を期待してるっていうことになります。なかなかあの私たち大雨が降ってる時とかに森の中に行かないので大雨が降ってる時に森の中に何が起きてるかってことは誰も知らないんですけど。 あの私みたいな専門家はそれを専門にしてるので大雨が降り始めると喜んで森の中に出かけてってこういうのを観察しながら実際に測定してどれだけの雨粒がどれだけ土を砕いてるかっていうのもデータを取ってるというようなことになります。 はいありがとうございます大変いい質問だと思いますえっと私が今説明してきたあのこういう話っていうのはあるいは海抜の話っていうのはえっと例えばこれについては人工林だけに限った話なんですねで人工林っていうのはどういう特徴があるかっていうと人工林っていうのは人間が植林した森で最初から えー、みんな同じ種類の木が規則正しくびっしりと植えられてるっていうのが人工林の特徴です。でそういうことは自然界ではめったに起きないので、えー、そもそもスタートからして自然の森ではないっていうことなんですね、えー。なのでほったらかしにしとくとこういう変なことが起きるっていう話が出てきますけども。 えー、自然の森というのは植林した森とは全然違う形をしてます。でそれはどういうことかというとさっき北海道遠州林の説明をしましたけれども生えてる木が日本の場合は、まあ、あ場所にもよりますけどほとんどは広葉樹。広葉樹しかもその種類も、まあ、20種類から30種類の木が混ざって生えてます。でそれぞれの種類によって木の形も違えば成長速度も違えば全く違うので。 えーえー、っと木の高さがバラバラです。でこの幹もぐにゃぐにゃしてたりまっすぐな幹の木なんてほとんどないわけですね。でそういう自然の森というのはあのこういう非常に単純な構造をしている人工林とは違って多重構造をしているわけですね。だから例えば雨粒について言えば上から降ってきた雨粒が一番上にある木に当たって で、それがこうやって落ちてきても、次の段階にある木にまた当たるわけですよね。こうそういう風うに構造が多重になっているので、ここに書いてあるような問題はその人工林でない。普通の天然林と言われている。森林では起きないわけです。で、じゃあそういう森林がじゃあどうやったら若返ってるんだっていう話なんですけど、これはあの高校の生物で学ぶことだと思うんですが、生物基礎で学ぶことだと思うんですけど。 ギャップ行進っていうことい、ね、その人間が手に入い人,人間が手を入れる前の森林っていうのはいろんな木が混ざって生えてますけどその中には老齢の木もあるし病気で枯れた木もあるでそういう木が何らかの気象現象によって台風なり大雨なりで倒れるわけです自然にでその倒れたところにはギャップというのができて そのギャップというところは光がさんさんと入ってくるのでそこにはさまざまな木がまた発芽して生えてくるような形になるとそういうようなことが繰り返されて若返っているってことになるんですねだから人間が植林した場所ではない天然林と言われているところは実は放っておいても今日話したような問題は起きないでそれはあの自然のメカニズムというのは あのそういうことが起きないような形で、まあ、多分進化してきたわけだしそれは今でも生きてますので、えー、課題があるとすれば人間が、えー、自然界にありえない不自然な形で木を植えてしまったってことにあってスタートラインからして変なものを作ってるわけだからそ,のそれをほったらかしにしとくとあの変なことが起きてしまう。でそれを止めるには間伐をしなきゃいけないかったり。 えするということですね。あるいは野生生物を排除しなきゃいけなくなったりするということです。あ、それはね起きます。だからえっと日本の天然林の中にもそのシの密度が高い地域ではその天然林なんだけど。 その生えてる木が偏っててあのシカが食べる範囲の植物が全部食べ尽くされてしまった森林というのがあります。だからそういう場所では天然林であってもあの雨粒による侵食っていうのは実際に起きてる場所もありますので、えー、そういう場所は同じ問題が起きますね。だからそ、あのー、そうですねその 鹿に限って、その動物に問題に限って言えば、やっぱり天然林も同じ課題を抱えている部分があって、えー、それがその例えば災害リスクとかにつながっているということはあると思います。はい。えー、っと。 まあ文化的な面っていうのも多様な面多様なのでえっとまあ私自身の思いということで言うとあのやはりそのこれからの森林今までの社会の在り方からと比べてこれからの社会の中で森林っていうのは人間にとってどういう価値を持つのかなと考えたときにやはりその森林の 科学で明らかにできない価値っていうことが重視される方向性なのかなと思ってます。それはやはりその、えー、神秘的な価値であったり、あのそういうまあなかなか言葉あの数値に表しにくい価値っていうのが、えー、こう。 重み,を重みを増してくるのかなというイメージがあって実際あのヨーロッパの森林研究者とかと話していてもそういう例えばそういう今の若者はどんどんそういう方向に行ってるっていう話も聞きます。でその中にやはりその森林の癒し効果っていうようなことも含まれていてその癒し効果っていうのはある面では医学的なアプローチで明らかにできたり実際にその森林セラピーという形で えーまあ、心を病んでいたり体を病んでいたりする人が森林の近くに移り住んで毎日散歩するということによる効果っていうのも認められてますしで一方でそれがその例えばストレスを抱えている人が、えー、その森林で何か活動することによって、えー、そのストレスが改善されたっていうのを心理学的に明らかにしているっていうケースもあるんですけど、まあ、そうやって別に科学的に分析しなくても。 その私たち人間が、まあ、健康な暮らしをしていくためにですね森林っていうのはあの有形無形の価値を与えてくれるものだっていう認識があ広まっていくんじゃないのかなとでそ,そ,それがまあ今後の新たな文化的価値で。 今まではその森林の文化的価値というのはどちらかというとその信仰の対象だったりそう宗教的な部分とかもあったかもしれませんけどこれからはもっとあの別の意味で森林の価値というのが見直されて実際森林の近くに移住する人が出てきたりあのするかもしれない。でその森林側はじゃあその森林を所有している側とかはそういうものに対して備えられているかっていうと必ずしもそうでもないんですけど東京大学の 7つの円周林があると言いましたがその7つの円周林の中で、えっと、富士山麓の山梨県の山中湖村というところ山中湖に面しているところに円周林が1つあってこの円周林はあの富士癒しの森研究所っていう名前になってます。 でこの富士しの森研究所という名前をつけたのは10年前なんですけど、東大としては、やはりそういう森林の文化的な価値ということも非常に重要な研究テーマと考えて、この富士しの森研究所で集中的にプロジェクトを進めていまして、あの医学の面とか心理学の面とかも含めてですね。であの最近 東大式癒しの森の作り方っていう名前の本もあの出しましたんでぜひその本をあの図書館等で読んでみてもらえればと思いますけどその本にはその森林の文化的価値とはこういうものでそれを最大限に生かすような森林の管理の方法とかあるいは地域の住民の人たちといかにこうコ,ラコ,ラコラボして、えー、様々な活動していくかっていうことがたくさん書いてありますのでぜひ勉強してもらえればと思います。 はいいありがとうございます、えっと、おっしゃる通りイチョウという木にはそういう区別がありますけどあのそれは木の種類によってあるものとないものがあるということですね。で、えっと、日本の人工林というのは、えっとまあ、樹木の種類で言えば、えー、杉とヒノキとカラマツっていうこの3種類の種類がほぼすべて、えー、ですので、まあ、その3種類の樹木については区別がないということで左右同じで書いてるということです。 はいいありがとうございます、えーとえー、森林を管理するっていうことについての質問なんですけど、えっと、現在の日本の状況を見ますと、えー、現在の,その40%が人工林で60%が天然林なんですけど現在の日本人は、えー、その40%の人工林、えー、と面積でいうと1000万ヘクタールの日本国土の人工林を えーまあ、正直全く管理できていない管理しできているのはその3分の1以下でまあ20%か30%ぐらいでそれ以外の部分は全く管理できていないつまり手つかずに近いってことですねでそれは決して人がサボってるわけじゃなくてですねえー、とまあ やろうと思えばできるけどもあまりにもコストがかかりすぎるっていうことと、えー、もう一つはあそれが災害リスクを伴うっていうことですね。で管理するためにはそこに人間がまずアクセスしなきゃいけないわけでアクセスするためにはあのー、基本的には道路が必要です。で日本の山というのは非常に急峻で、えー、崩れやすい のでその山に道路を作るということ自体がものすごいコストがかかるのと、まあ、作ったとしてもそれはある頻度で崩れてしまうという災害リスクがあるということですね。でまあそう,そういうことをやるかやらないかっていうのは当然その,その努力に見合う見返りがなければや,やれないわけで、えー、今の日本の現状ではあの国土の全森林の、まあ、10%ぐらいしか多分それやれてないし。 それ以上やるる必要があるともも多分誰も思ってない,っていうのが現状で,す、ね、でまあでもさすがにそれはあのこんなに豊かな森林資源があるのにそれを、まあ、ほったらかしにしすぎだという批判もあって、えー、林野庁のプランなんかだとそれをもう少し増やしていこうということに当然なってるんですけども、まあ、それでも、えー、やはり日本の その6割を占めてる天然林だったり、えー、人工林の3分の1ぐらいはやはりもうあんまりそういう形で管理下に置くのは難しいよねっていう方向にせざるを得ないというかですねそういう方向になってるのかなと思います。 はい、えー、と大変いい質問だと思うんですけどおっしゃる通り、あり現在人工林ピラミッドが非常に偏っているためにその今後50年ぐらいで660万ヘクタールを開抜するといってもあのもたもたしているとどんどん木が大きくなるわけですよね。で、まあ、それに対して今国は何をするかというと国は基本的には開抜すること自体にはお金は出しません。 なぜかというと、えー、その開罰して得られる収入っていうのは全部森林所有者のものになりますので、あのそれは基本的にもう純粋にビジネスだということで、その開罰を奨励するような補助金は用意してないんですけど、えー、国がお金を出すのは、開罰したあとの土地に再造林する、再植林するためのコストを補助しています。で、そういう形で国としては、あできるだけ開罰を進めてほしいという立場、今、取ってると。 思っていていそれが特にあの都道府県ごとのグラフを出したと思うんですけど、えっと、この都道府県ごとのグラフで宮崎、大分、熊本というところは非常にたくさんの木材生産をしてるわけですけどこういうような形でできるんだったら他の県でももう少し頑張ってくださいっていうのがまあ林野町の立場なのかなと思います。で実際県による偏りが激しいので あの熊本、宮崎、大分については、ですね多分人工林ピラミッドがもうすでに全然違う形になってるんじゃないのかなと思いますけど、もうすでに切り時の木をだいぶ切って、若い森林も増えてきてるっていう形に変形してきてると思うんですけど、一方で、木材生産の盛んでない,ない値になってるのに、森林の、ね、資源が多い県みたいなのもあるわけなんで、そういうところでは、あのどうすれば、その、 この人工リンピラミッドの形を、えー、まあ考えながらもう少し伐採を増やせるのかということを、まあ、皆さん考えていると思うんですけど、まあ、森林伐採できるかどうかというのは実は土地所有者の森林所有者の意向が非常に強く働くことで所有者の人がいやいや海抜はやりたくないんだとあの多干伐懲罰期で自分はやりたいって言われちゃったらもうなかなかそれを強制的にやらせるといことはできないんですね。 そういう仕組みなんで、あのまあだから、えー、なかなかですね、その林野町のプラン通りには行ってないっていうのが実態だと思いますし、林野町のプラン通り進める必要もないんじゃないかなと私は思っています。<laughs> はい、ありがとうございます。えっと、実は需要が下がってるのは、 えっと、2010年までの話で2010年から需要が上が上ってるんですねで、えっと、それはなぜ上がったかというとあの国策として木材をどんどん使いましょうっていう政策誘導をして、まあ、税金補助金等も投入したからということと民間の頑張りで、えー、そ,のそういう木造建築にチャレンジしようと。 あるいは木,木造建築を普及していこうという努力を官民一体となってやったということが大きいと思います。それとあの当然為替リスクというものが輸入するものにはあるのでちょうど今コロナの影響でウッドショックというのが起きていて、えっと、コロナの影響でアメリカで住宅需要が急に拡大したために、えっと、輸,出輸出するまで回らなくなってしまって、えっと 輸入する日本ががが輸入すするコストがものすごい上がったんですねでそのために、えー、日本の国産材の値段もそれにつられて上がったんであの何、ー、て言うかなその需要はあるのに供給できない状態というのが今起きちゃってるたりしますのであのー、だから需要を上げるためにはあのー、要するに、えー、家を建てる人だったりあるいはその木材を 使う人たちがあのどんどんそれを宣伝していけばいいし、えー、私たち一人一人もその木材以外でできているものを木材にどんどん置き換えていけばいいと例えば皆さんが今勉強している学校の机とか椅子とか床とか扉とか窓とか天井とかさまざまなものがあると思うんですけどそれらは実は50年前は日本の場合ほぼ全部木でできてたはずなんですよ。 でところが今は多分皆さんの学校でもほとんど木でできていないかあるいは表面上は木でできているように見えても実は木目調のプリントが貼り付けてあるだけっていうものがとても多いと思うんですね。でだから私たちができることはもうとにかくそういう身近なところで、えー、小さいところから いやこれ木,木,で木で木の方がいいし木の方がこう価値が高いというか見た目もいいしあの長持ちもするしいいよねっていう形でどんどん木に置き換えていくってことをしていくと需要とといいううのはどんどんんん増えるんだろうと思います私たちが需要を減らした理由というのはこれまで木だったものを木じゃないものに置き換えてきた結果なので逆に今度は木でないものを木に置き換える努力をしていけばいいのかなと思うんですね。 本日の金曜講座は、東京大学農学部教授の倉地光一郎先生にご講演いただきました。倉地先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。